はいどうも、ロバスタジオのロバです。今回はバッテリーのサイズアップに挑戦していきたいと思います。これ勘違いしないでほしいのが、サイズアップと容量アップは別です。この車にもともとついてたサイズで言うと55D23L っていうバッテリーが105とか、電気を蓄えられる容量をアップすることを容量アップと言いますね。サイズアップっていうのは D の23を D の26にします。要は箱のサイズを大きくするってことです。なんでそんなことするのかっていうと、まあちょっと聞いてもらえますかね。めちゃめちゃかかりが弱いのお分かりいただけたかと思います。もう3回くらいバッテリー上がってるんですよ。もうそのうち1回は遅刻してるからね俺仕事まあ普通に変えてると使っていくうちにまたこうなるっていうのはもう分かるんで、じゃあ今回は違うことしなきゃいけないってなるじゃないですか。現場のロバ君の説明がよくわからなかったんで、編集のロバ君が代わりに説明し直します。バッテリーを大きくするメリットは、もともとの D23 よりももっと電気が貯められるようになるってことです。あとは電気を送る力と発電機から電気を受け取る力がアップするっていうことです。デメリットはバッテリーが大きくなるので重くなるってことです。ハンドリングに多少影響が出るかなっていうところですかね。サイズアップするっつって、じゃあどの辺が大きくなるかっていうと、横だけですね。これ今23センチってことなんですね。23センチが26センチ、3センチアップすると。もうなんとなくいけそうな感じしないですか？なんとなくいけそうだなっていうのを見ても、俺買っちゃってるからね。やるしかないんですよ。つけるにあたって問題点を見ていくわけですけれども、まずね、今外しちゃってるんだけど、ここにね、充電制御のためのコネクタがあるんですよ。これが長さがね、これ微妙なんですよ。この位置でやっと届くか届かないかなので、この線を延長するのが仕事が一つ。ぶつかりそうな干渉物、まあ、こっち側は大丈夫だけど、ちょっとこっち側にケーブルあるんですね。なんかこれもちょっと動かさないといけないかもしれない。で、あとそれから今見えないけど、下にバッテリーを乗せとく受け皿があるんですよ。その受け皿が23用の枠でこうやってできてるので、横幅分切らないと多分乗らないので、それを切らないといけないですね。これが入ってたバッテリーですね。っていうことで、段ボールの空箱でちょっと模型を作りました。箱のお兄さん笑ってんじゃねえよ。箱を入れてみよう。いや、ぎゅうぎゅうだな。これだね。これもなんか、あ、ちょっと邪魔くせえな、やっぱりな。このなパイプまたやっちゃうと再放送になっちゃうから。私の予想通りですね、このケーブルが邪魔ですね。これでいけるか。あ、結構簡単な話だったな。これ取っちゃえばいけるわ。これっすね、このケーブル。長さは21センチ。50センチ延長でいいか。というわけで、この皿を今度切る作業に入ろうかなと思います。
まずトレー、耳切って横にはみ出しても大丈夫なように加工できました。そして、この充電制御用のこの配線延長しましたね。はい、届きました。ちょっと出してみましょう。いや重い。いや俺が作った模型のがだいぶでかいな。もう小指1本分くらい模型のがでかい。ちょっと前のねカオス、今使ってるバッテリーの前に使ってですね、まあ並べてこんな感じかな。まあ、横幅が一緒なのは分かるね。だからだいたい指2本分くらいでかいかな。じゃあつけてみますか。おお、いったぞ。皆さんは普通につけるときはプラスからつけてくださいね。ロバさんはちょっと事情が違うので。ヘッドライトとラジエーターホースだいたい同じくらいのクリアランス取って、そしたら前にもやったターミナルガードですね。前はドライブジョイ、トヨタのアフターメーカーのノコつけてましたけど、今回はエーモンのものを使ってみます。油がすげえな。手さてで、プラスをつけますが、ノコさんの場合はここでマイナスターミナルを剥がせば OK です。というわけでエンジンかけてみたいと思います。大丈夫ですね。バッチリです。無事サイズアップできました。イエーイ。アリオンくらいはちょっとギリギリって感じだよね。これ以上狭いともうどうしようもないかな。結構ね、古い車だとまあまあ余裕あったりするんで、こんな感じでパッと入っちゃったりします。アンプ積んだり LED ピカピカ光らしたり、電気派なんで全然いいんですけど、走りにこだわる人がやるカスタムではない。というわけで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。そして次の日、あ、なんだ、犬がいる。ワンコ。